さて、バスコセ新聞と申しますが、バスコセ新聞とはこちらの新聞でございます。甲府駅 南口バスターミナルで試合当日配布する新聞です。フリーペーパーとなっております。こちら発行して20年経ちます。主に両チームへのリスペクトメッセージ、トゥデイズプレビュー、さらにキープレイヤーの紹介をしております。今回11月8日甲府対浙江戦後でもフリーペーパーを制作しました。浙江 FC サポーターの皆さんに対するリスペクトのメッセージ、さらに注目選手マスコットの5556についてなど盛りだくさんの内容となっています。こちらは日本語だけではなく中国語でも翻訳いたしました。浙江 FC サポーターの皆さんにもこの新聞読むことができるようになっております。なお、浙江 FC サポーターの方にもコメントいただいております。ぜひご覧になっていただけたらと思います。こちら国立競技場での配布はありません。インターネットホームページバスコセで検索してください。インターネットのみの公開となります。国立競技場での配布ありませんのでご注意ください。それでは素晴らしい試合となるよう期待しております。ありがとうございました。